こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、今回は4位リマッセ大阪です。2位をここまで来たら狙いたいんで勝ちに行きます。へそリマッセ大阪の選手データ、やっぱり落ちてますよね。昨年前と比べてゴールキーパーグリフィンがかなり強力です。あとはまあバランス、スタメン勢はバランスいいですよね。味方がちょっと疲れてるかな。あ、そうだ、前回の、試合は勝ったのかな。負けてますね、2対4。打撃戦になってますよね。まあその時と比べて力は上がってるはず。頑張りたいです。だんだん近くつけてきましたよね。あ、そうなんだ、良さそう。2個とかを入れ替える。何を入れましょう。でも綾香かな。でも綾香は力が落ちてきてるしな。これでいきましょう。緑とくるみをさらに入れ替える。ツートップですよね、変則的な。一応またホームということで勝率はこちらの方が高いです。前回のキャピタル東京戦引き分けだったんで、今回は勝って終わらせたいですね、試合を。N1 もう3年目。昨年5位だったんで、今3位なんで、頑張りどころです。ファールですか。ん？今相手にボール渡しちゃってるぞ。うまい。おっと、一気の縦攻撃。これはファールにはならない。緑が取った。キーパーさすがです。 S が4つありますからね。パンチングに、パンチングです。さ、逆にピンチだ。クライス、うまい、うまいが抜けられる。おっと、これはうまい。一気に反転攻勢。外に出しましたね。さ、こちらボールです。スローイン。マドカがいいスピードで走ってきます。さあ、飛び込んでくれない。届かない。窓か。今度は色に渡ったシュート、これコーナーキックになります。さあ、奈々子が直接と、グリフィン、ここはうまい。おっと、捉えてしまった。キーパーパンチング。こちらのキーパーもいいですからね。ファウルです。さあ、イエローカードですね、堀です。しかも守備の要の堀だから、これはありがたい。あっと、あっさり捉えてしまったぞ、美穂が。ナイス。とりあえずピンチを抜け出しましたが、また今度は堤が早い早い。おっと、防ぐクラニス。とりあえず上げました。さあ、やばい。おっと、守備は硬い。さあ、これね、どこにいるんだ。おお、相手出しますね。出す必要ないのにっていうのがありますが、おーっと、壊れてしまった。結構立ち上がれない、くるみ。振りに一気に。さ
は無理をしません。こちら側に渡ってこれが緑、反対サイドがあっと捉えてしまった、これは痛いが夏希がキープします。さあ残り時間もあとわずかになってはいまして、これはスコアレスドローのままですね。早めに交代にかかります。はい、中盤が結構疲れてますよね。おっと危ない、ピンチがピンチが続きまくりますね。一気に攻められている、前に渡った、そこをこんなばっかりですよね。うまくボールがこうピュンピュン飛び回る、キーパーがパンチングをして防ぎまくります。さあピンチばっかりですよね。このもうすぐ60分になりますが、左かな、あえてここあやかに変えましょう。左の幸子は交代です。守備重視、パスゾーンは微妙に変更、中段はとにかく動き回るんで中段の負荷が結構大変です。やばい、とにかくピンチばっかりですね。ひらり、さあワンチャンスを生かしたいです。3点が大きい、また今度は緑が攻められている、うまい、さよ、ここは出しましたか、焦って出す必要はなかったんですけど、行ったが遠からない。さあここはちょっと、もっと守備が硬い、硬いっていうかもう完全に下げて戦ってますからね。ちょっと足が追いつかない。みゆき、さあクルミに渡ったが、ここ守備が、さあちょっとピンチを迎えました。これ耐えてほしいが、おっと無敵、彩香がクリアする。なんと守備攻撃が一気にパワープレイ来てますよね。うまい、あっとこれは出ちゃう、いや出ない、試合終了です。これだけだ、いやそうでもないですね。比較的チャンスはあったような、もうコーナーキックなんかチャンスだったんですけどね。とにかくもう守備って防ぐのがやっとっていう感じですよ。ピンチばっかりですね。済んだのもむしろいいぐらいっていう、スピードが速い選手が多いですよね。いますよ、そこはキーパー大変でしょうね。これはハイツはこちらの方が高いんですよね。敵ボールを持ってたのは
幸いしたか。シュートすごいですよ、12本いますよ大阪、12本打ってうち枠内が10本って、あ、フルに課題いただきましたよ。3位のままです。スクワダは負けたのかな、これでキャピタル東京は勝ったかもしれない、勝ったか引き分けか、これで引き分けですね。また2位の筑波田側で強豪ばっかりですね、まあ、直接対決がね、これ落とす、逆に打ち破れるチャンスとも言えますが、筑波田側ってどんなチームなんでしょうね。強いですねやっぱり、今もしかしたら一番に乗ってるチームかもしれません。そうですね、 C は多いですけどね、 C は多く A は結構少ないかもしれないですけど、ですが特にやっぱり筋力が高い選手が多いですよね。そう、筋力と走力が高いですよね。キック力は逆にそれほどでもない。パワーなんでしょうか、パワーじゃなくてガッツかな。ハートも結構弱いですよね。で我がチームって最終データ見てると、まあ S は少ないですよね。その S ってハートに集中してるんですよね。走る走力、スピード、走力の差が結構影響してるのかなというところもあります。体力もなかなかないですしね。なんか試合中の選手交代積極的になりましたよ。一周休みを取ってから試合ですか。
けで、次は2位の筑波長間です。直接打ち破ってですね、2位への道を一気にですね、進めていきましょう。よろしくお願いします。勝ちます。勝ちに行きます。勝ちに行くといえば、チャンネル登録の基準が1000人です。1000人あれば収益化ができ、よりですね、動画の投稿のモチベーション高まります。やっぱりお金モチベーションですからね。というわけで、ぜひぜひよろしければチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。では次回をお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。